朝日です。10月の22日渋谷近未来会館さんでの席を買ってくださった皆さんありがとうございます。名前呼んでいきます。はい、まずはじめタルタルありがとう。席買ってくれてありがとう。あれだね、近くで見てもらえることなかなかないからちょっと緊張しました。いやでもありでしょ、近いライブは近いライブでって思ってくれてたら、思ってくれてたら嬉しいなと思います。またいっぱいライブ見に来てください、いろんなとこでね。ありがとう。はい、そしてお次、ゆうありがとう。チック買ってくれてありがとう。なんかあんまししたことないタイプのハットしてみたんだけど、どうだろう、かわいく映れてるといいなと思います。なんか今回のね、会場がすごくなんか静かな感じで面白いところだったので、すごく朝日がテンションが上がってました。この日もライブ頑張れって言ってくれて本当にありがとう。はい、そしてお次、みきちゃんありがとう。最新のいただきます席くださいということで、最新ってのは朝日が最新のって意味でいいんかな。もうこの時すでに金髪っぽいですけど、ちょっといただきます席取ったので、ぜひ今度からはこちらの席も使ってもらえると嬉しいなって思います。なんかね、千秋と一緒にね撮ってる写真とかはいいなってすごく思うので、これからもね、多分あんまし一緒にいる時間はないと思うんだけど、なんかまた載せてもらえたら嬉しいなと思います。ありがとう。はい、そして最後、あやちゃんありがとう。喜怒哀楽のどうということで怒りました。でも朝日怒るのめちゃくちゃ苦手だから下手かもしれないと思いながら言ってました。下手です。実際あやちゃんに怒れることがなくて意味わからん、プンプンだよって書いちゃったんですけど、別にぶりっ子とかじゃないので、あの安心してください。難しいかったな。いや、あのいい人間を目指していこうと思います。穏やかな人間で生きていきたいなと思います。ぜひ買ってくれてありがとう。はい、1月22日渋谷近未来会館さんでの席を買ってくださった皆さんありがとうございます。ネクスト